義士四十七図、赤垣玄蔵重方赤羽重方玄六十六年二月四日は、江戸時代の武士、赤楼楼市四十七氏の一人、通称は玄蔵。後年語られる、忠臣蔵の物語の中では、赤垣玄蔵の名でも呼ばれる。漢文九年、誕生。父は赤羽一貫あるいは円山十三右衛門のとされる。母は、高野忠左衛門の娘。 はり国国赤藩士として使え、馬回りを務めた。元六十四年三月十四日、主君、浅野長典が、江戸城少子王廊下で、吉良義シに人情に及び、長典は即日切腹、赤藩は改役となった。茂方は、堀部田結月らと共に急進的なあだうち論者で、江戸に潜伏して、個人で、吉良義シへの復讐を狙っていた。元六十五年七月、 大石義雄が京都演山会議であだちを決定。大石は江戸に下り、平屋敷内ち入りは12月14日夜に決まった。重方は妹の嫁ぎ先の安倍津島守る家臣、田村縫い江門の家に糸間恋に訪ね、縫い江門の父から美服を着ていたことを咎められ、阿公の老人たちにあだちの動きがないことを罵倒された。重方はただ遠方へ向かうので糸間恋に来たとだけ。 告げて、差し出された酒を受けて自居した。その後、ぬいえもんたちは、赤楼市が、吉良屋敷へ打ち入り、あだ打ちを遂げたことを知り、しげの真意を汲み取れなかったことを悔やんだという。なお、中心蔵の物語では、打ち入りの前夜に、兄、炎山与左衛門の家に糸まごいに尋ね不在だったため、兄嫁に頼んで、兄の羽織を出してもらい、 これを兄に見立てて酒を組み交わし別れを告げる、とっくりの別れの場面として描かれるようになった。しかし実際には主げ方に兄はおらず、また下戸であったと言われる。弟と妹がおり、史実において赤羽は、元禄十五年十二月十二日に妹の夫である田村縫い衛門の元を訪ねている。その日赤羽が普段より着飾ってたことに関して縫い、 エモンの父から苦言を呈されたが、赤羽は苦言に感謝の意を述べ、一両日中に遠方に参るため挨拶に来た旨を述べた。そしてヌイエモンと杯を交わして別れている。キラ屋敷への討ち入りでは、裏門隊に属して戦った。この時、菅谷正俊と屋内に討ち入り、小物の着物を着た男と出会い見逃すが、後にこの男が、キラ家の家老。 斎藤区内と知り容易に悔やんだという。また、引き状に際して、火事にならぬよう、キラ屋敷の火の始末をしている。打ち入り後に、茂方は、大石雄らと共に、細川津成の屋敷に預けられた。元禄16年2月4日、江戸幕府の命により、同志と共に切腹。去年35、戒名は、は広市中、鶴木神新寺。戦前、戦後問わず、 下記の作品以外にも多くの作品で登場している。ありがとうございます。